うん、ほんまにうまい。これ一つの夢を一緒に追いかける親子。お母さんが送ってたね。これから買っていって世界に出てって、その先にパリがあると思うので、二人で買っていきたいなと思ってます。それもね、パリオリンピックの金メダル一緒に歩めるっていうのは本当に逆には感謝してるかなって感じします。あの霊長類最強と呼ばれた吉田沙保里さんも認める逸材。印象はまあもう強いっていう、スピードがあってでタックルもうまい。あざが絶えない18歳の女子大生。彼女の夢を追いました。これも人が出てたんですもんね。すごいですよね。やばいですね。藤波あかりさん18歳。この春地元三重から上京してきました。日本体育大学のレスリング部1年生。2年後のパリオリンピックでは金メダルを目指しています。実はあかりさん、あの最強と呼ばれた吉田沙保里2世と呼び声高い次世代ホープ。その理由はなんと中学2年生から一度も負けなし。およそ5年間勝ち続け、現在97連勝中なんです。去年行われた世界選手権では初出場で初優勝。決勝までの全4試合で相手に1ポイントも許さず、高校3年生で世界の頂点に立ちました。2年後のパリオリンピックでは金メダル候補のあかりさん。今はレスリング漬けの毎日。なぜあかりさんはここまで強いのか。レスリングといえばやっぱりこの人、オリンピック3大会連続金メダルの吉田沙保里さんに彼女の凄さを聞きました。高学年から中学校にかけてですかね、存在を知っていてみたいな、で、あ、強い、あの選手がいるっていうので、はい、見てましたね。幼少期から吉田さんの目に留まっていたあかりさん。スピードがあってみたいな、スピードだったり、スピードは、はい、あると思いますね。吉田さんがまず口にしたのがスピード。相手の足をつかむまでわずか 0.1 秒。一瞬で消える高速タックル。さらにタックルに飛び込む距離が少し浅くなっても、手足が長くてそこでカバーできたりっていうのは、まあ、有利かなっていうのはありますけど。霊長類最強も羨むリーチの長さ。吉田さんの身長は156センチに対し、あかりさんは164センチ。同じ53キロ級の選手の中でも身長が高く、恵まれた体格の持ち主。手足が長い選手でスピードがあってみたいな、ちょっと、まあ、飛び抜けてるんですかね、頭一つは。まあ、自分の目標を達成するために頑張ってほしいなと思います。三重県四日市市で生まれ育ったあかりさん。レスリングに出会ったのは4歳の頃。父兄ともにトップクラスのレスリング選手だった影響で、すぐにのめり込みました。高校はお父さんが監督を務める三重県立いなべ総合学園へ。はい、
親子二人三脚で数々の大会に優勝。レスリング界で注目の存在となりました。ここまで強くなるということは想像もつきませんでしたね。父がいなかったらやっぱりここまで来れてないと思いますし、もう本当に感謝感謝です。高校卒業後はレスリングの名門日本体育大学へ進学。あかりさんをサポートするため、なんとお父さんは高校の教員を辞め日体大のコーチに就任。娘と東京へ。一体なぜそこまでするのでしょうか。やはりね、オリンピックというのは最高の舞台と思いますね。だから私もその中でもね、一緒にねコーチとしてね出てみたいな。お父さんはソウルオリンピックの最終選考まで残りましたが、あと一歩届かず。お父さんの夢だったオリンピック出場は娘あかりさんに託されました。もうすぐそこなんで。4月から始まった東京での父と娘の2人暮らし。これ水ない、通った、いやもう我慢できない。その消費器を買ったら水なんだろう、水ぐらいで。この水がお母さんあんま良くないんで。何や、水ぐらいになるんだ。水ぐらいでしょ。え、水や、水ぐらい買ったの。中華スープなかなか嫌にしない。なんだか気まずい空気の二人。一つ屋根の下、こんな日も多くなってきました。つかの間の休日、渋谷でショッピングを楽しむあかりさん。パイプとのマスクも実際寝てみましょうか。はい、はい、じゃじゃん。うわー、ランチは普段頑張っている自分へのご褒美に大好物のうなぎ。うん、やばい、やばいですか。やばい。レスリングを離れると食べるのが大好きな女子大生。うん、そんな中お父さんのことを聞いてみました。マジ喧嘩もしますけど、何にマジムカつくみたいな、うん、なんやしみたいな、めっちゃ思いますけど、うんね、自分を一番に思ってくれてる、ね、感謝ですよね。教員を辞めてまでって、相当じゃないですか。いや、本当に。その覚悟、その覚悟を無駄にしたくないっていう思いもありますし、自分にかけてくれてるなっていうのと、その思いに絶対応えるっていう。喧嘩もするけど、感謝の気持ちがあふれるあかりさん。お父さんの思いは娘へ届いていました。そして先週土曜に行われた明治杯全日本選抜選手権。いよいよですね。はい、頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。その30分後、ね、はい、はいはい、先生頑張っていきます。頑張ってください。はいはい。9月に行われる世界選手権への出場権をかけた大会。レスリングの試合時間は第1、第2ピリオドそれぞれ3分ずつ。
ポイント差が10点ついた時点で試合終了です。迎えたあかりさんの一試合目、お父さんもセコンドから見守ります。試合開始早々、上げて、長いリーチで相手の体勢を崩して2ポイント先取。さらに今度はスピードを生かした高速タックル。相手の両肩をマットにつけるフォール勝ち。わずか1分41秒で試合を決めます。続く準決勝、相手に攻撃のチャンスを与えず10対0で勝利。これで連勝記録は99に伸びました。そしていよいよ決勝戦。相手は世界選手権で2度の優勝を誇る奥野春菜選手、23歳。第1シード、昨年の世界選手権1位、天皇杯1位、今年のアジア選手権1位、日本体育大学藤波朱理選手。仲直りです。あかりさん、なかなか思うような攻撃ができません。タックルに本当は入りたかったんですけど、そこもやっぱ研究されてるなというふうに組み合ってて思いましたし。お父さんの声に後押しされるようにタックルを決め、2対0。リードで第1ピリオドを終えます。そして最終第2ピリオド、持ち味のスピードを生かして相手の背後に回り込みポイントを追加します。そして試合終了です。今大会相手に1ポイントも許さず見事優勝。連勝記録を100に伸ばし世界選手権への切符をつかみました。試合後、お父さんとの写真撮影を恥ずかしがるあかりさん。多くのマスコミの前、お父さんをちょっぴり嫌がっていたあかりさんでしたが、いつもありがとう、これからもよろしくって感じです。どうですかお父さん。はい、頑張ります。健康に気をつけて、ね、そう、大事です。病気だけが一番怖い。ちょっと二人暮らし仲良く、はい、はい、わかりました。できそうです、仲良く。いやね、大変、まあそういうことですね。はいはい、乗り切らなきゃいけないでしょ。父と娘、金メダルの夢は続きます。